はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。先日発売されたね、ゲームラボ、年末年始2024の方で、僕はね、32ビットの先駆者 3DO という記事をね扱わせていただいたんですけども、そのね、その本で扱わなかったなぜ扱わなかったゲームをね、紹介するかてらの、ファーストテイク、今回はねピラミッドイントルーダーということでやっていこうと思います。ということでね、ピラミッドイントルーダー、まあ一応対等のタイトルです。はい、まあこの時代のね、っていうかいつの時代もそうなんだけども、その会社が出してると言ってもどういう経緯でね、その会社が出したかっていうのは結構いろいろね温度差あったりするから、だから何っていうところもあるんだけど、一応台頭から出てるよっていうことのね報告だけはしておこうかなというところです。ということで台頭ということでね、ちょっと懐かしい台頭のロゴがデカデカとしてたところですが、古代徴兵局視して火星のピラミッドの謎を追えという、違うか、 謎に迫れか、操作方法、方向機磁気の移動、 A ボタンショット、 B ボタンボムアイテム、 C ボタンボムアイテム選択のカーソルが移動、L 左に移動、 R 右に移動、だから A ボタンが基本だな、操作方法としてはね、 A ボタンを基本に。でこのあとデモが流れるか流れないかデモが流れるか流れないか流れるか流れないかお、デモじゃなくて、お、今のムービー的なやつに行くか。はい、これもう一回タイトルに戻ったらやろうか。っていうかここ見たか、いいか、じゃあ飛ばそうはい、ということでさっき見たもんね。ていうかプレイ時間が極端に短くならないぐらいの頑張りを見せたいと思いますが、コンティニューは、使いません。先にコンティニュー確かあったはずなんですけどね、多分。これはあれかな、似たタイプだとやっぱスターブレードとかになるのかな。まあまあまあ、コックピット見せたりいろいろしてたけど、まあ実際のメインのゲーム画面はあれじゃないですから。あ、でも普通のシューティングか、こっちか。でもまあ強制スクロールっていうか、まあその類なんだけど、まだなんだろうな。あ、そうか、スターボーズでレベルアサルトとかあの辺が近いのかな、感覚的に。ちょっとな、でも、ああ、やべ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 、結構食らってる、もしかして。やべやべやべ。よし、ちょ、あ、今、あれこれ、もしかして今タックルしてた。この 3D なんだけども、3D の距離感が分かりにくいんだよ。だよな、なんかこう当たってんだか当たってないのかよくわかんないそうそう、このなんて言うんだろうな、
ジェットコースター的だよね。コース決まってるわ。たまにこう後ろに戻るような映像になってるわ。いや、シールドがどのぐらいあるの今。まだいっぱいあるんだよね、あれ。ボムあんま効いてる感じしなかったな、今。うわぁ。わかんない。効いてるか効いてないかわかんないけど、まあ点数も見る余裕ないし。おいおいおい。でも点数もしょぼいな。おぉ。ステージクリア。そかそか。ビビった。ビビった。止めないでくれよ。いや、知ってるって。そのスコアだったよ。うん。あ、そか、このタイプか。そうね、カーソルじゃなくて磁気動かしてるから、ダメージをもろに感じるんだけど、でも、やっぱりこうね、映像っていうか背景とこう磁気の、 あのイメージがだいぶ違うというか、位置関係が分かりにくいというか、まあ、ピラミッドだよな。ピラミッドだよ。そうだよ、ピラミッドだよ。言われればピラミッドだよ。ちょっと待って。ピラミッドはいい。結局このシールドって何なの。あれ、ちょっとボーン。あ、そうか、シールドはピラミッド型だったの。じゃあさっき相当やばい相当やばかった。良くも悪くもなんかあの時代のゲームだなって感じがするけど、今のなんだよ。とりあえずやばい、シールド結構削られてるよ。結構削られてますよ。じゃねえんだよな。まあもうさっき見たでしょ、その画面って感じなんで。あ、そっか、でもクリアじゃないのか。あ、またなんか弾が違うよ。弾の威力があるのかないのかよくわかんないけど、弾が全然さっきまでと違う。やべ、どだいぶシールド削られてんな。クリアしたいな。そうそう、多分クリアしたら回復すんだろうな。距離感が分かんないから、この時行っていいのか分かんないんだよな。うわ、あ、これボム。よし、全部食らってる。やべ、もうボムないよ。ボムも、あ、やられた。クレジットあるけど、ゲームオーバーに行きましょう。いやー、ファーストテイク厳しいですね。いやー、
やればいいじゃんって言われそうだけど、まあゲームオーバー。まあまあこんな感じですよ。うん。まあ終始ね、自分がどのタイミングでこう敵に弾を当ててるかよく分かんなかったんですけど、まあこれも慣れなんだよな。この時代のゲーム、もう一回こうしっかりやる気にあるかっていうと、そうにもそうはならないんだけど、まあとりあえずまたね、まあいろいろこの手のゲーム出てくると思うんで、またいつかね頑張っていこうと思います。はい、ということで、このチャンネルに応援いただける方はグッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また、僕に質問があったりとかね、こんな企画やってほしいとかね、ピラミッドイントルーザーもう一回やってほしいとかあったらコメントいただければと思います。あとね、拡散していただけると大変助かります。ということで、以上酒缶でした。